日本人がいきなり使えなくなっちゃう可能性とかがあるんですよ。より自由な取引ができるみたいなことをなんか進めてほしいですよね。こんなに自由に国境を飛び越えられる資産ってなかったんです。海外の取引所は使っていいですか？今日のコネクトも始まります。よろしくお願いします。楽しみにしてました。ありがとうございます。これが第1回目みたいな感じですね。まあ本当の第1回はこれですもんね、はい、今日はじゃあ何のテーマでお話ししますか。そうですね、まあ、今回は、海外取引所そもそも使っていいのっていうのをちょっとお話しできればなと思います。いやこれも僕もね、仮想通貨取引をじゃあ始めようって時にちょっと分かんなかったことなんですよね、数年前に。なんかいろんな選択肢があるんですけど、日本でも取引所があるし海外でもあるっていう状況があるんで、ちょっとこれをね、初心者の方向けにお話できればと思います。はい、日本の取引所と海外の取引所はどういう違いがあるのか、メリットデメリットについてお話ししていただけますでしょうか。そうですね、まあ、そもそも海外取引所って何っていうところなんですけど、日本はまあライセンスがあるんですけど、そういったこう交換業ライセンスの下で運営していない企業とか取引所全てをまあここでは海外取引所として定義してます。なるほど、うんうん、そのライセンスっていうのがどういうふうな定義になってるかっていうところなんですけど、日本国の居住者に対してその交換業としてのあのサービスを提供することが認められてるっていうのがそのライセンスのに含まれてます。金融庁がね出してるやつですよね、はい、うん、そうです。なのでグローバルに展開してる企業っていうのが世界にいっぱいいるあるんですよね。でその取引所のものっては日本からもちろんサービスとしてはアクセスできるんですけど、やっぱり一応こう日本の法律上ではこう違法取引所として定義されてしまってるけど、ユーザーは使ってる。これ実際どういうふうな状況なのかっていうのをちょっと今回皆さんにお届けしていきたいなというふうに思ってます。では実際使ってて、まあ、最悪のケースとかどういったことがありえるんですか。でもその前にそもそもなんですけど、そのいわゆる金融庁のライセンスはないですけど、個人として日本居住者が海外取引所を使うこと自体は別に違法ではないという認識でいいんですかね。はい、現状そのライセンス自体がその企業側にサービスを提供しちゃいけませんよとか、その勧誘をしちゃいけませんよっていうところが定義されていまして、個人がこう使うポイントについてはグレーみたいな。ただその今その何ですか、金融庁とかもやっぱりその海外取引所、日本人がそういったこう海外の取引所を使うことに対してやっぱり懸念感をこう高め、まあ、持ってまして、やっぱりそういった中でこう警告みたいなのもすでに出してるんですよね。その取引所側にですか。例えばバイナンスですとか、まあ、そういったこうさまざま、もうすでに結構な取引所に対して日本国居住者に対してサービスとか勧誘を行っていることに警告を出してまして、まあ、やっぱりその、まあ、間接的にはこう日本から日本にサービスを提供しないでねみたいな文書が出てます。メール何か行くんですよね。そうそう、話によりますと。そうですね、その取引所の方に警告みたいなのが金融庁から行ったりとか。だからこれ難しいのが、そもそもビットコインとか仮想通貨自体が特に国境なくできたもんじゃないですか、はい、でそして取引所も本来は国境なくできて、まあ、その時はもう法律とか制度が全然なかったんで動いてたんですけど、まあ、いろんな事件とかもあって各国が規制し始めてきて、なんかどっちかというと規制がだから後追っかけてる感じですよね、これに関しては。そうですね、だから古くから投資してる人はもちろん海外取引所を使うしか手段なかった人もいるしみたいな状況が今あるのかなと、うん、そもそもやっぱりこういった規制当局とか、うん、国側からしてもこんなに自由に国境を飛び越えられる資産ってなかったんですよ今まで。例えば、ね、うん、まあ、よく金だったりとか、うん、そういったもので言えばもう本当に物を運ばないといけないですし、そうですね、お金だったとしても、うん、やっぱりそういったグローバルに送金する場合はそれに中間に入るようなスイフトの企業だったりとか、うん、いろんな企業が入って管理してるわけですね、グローバル的に、うんうん、それをこう単純にインターネットの通信だけでできてしまうっていう、これは革命ではあるんですけど、うん、イノベーションなんですけど、やっぱりそこに後から対応するっていうことになったのが規制の範囲であって、やっぱりまあそれが結局今のこうグローバル取引所と日本取引所 のライセンスを生んでるっていうところ。では海外の取引所は使っていいですか。現状私たち の口からは、うん、もちろん使わない方がいいというふうに伝えたいと思います。なるほど。
これなんでかっていうのを今からちょっと、まあ、メリットとデメリットっていうところから切っていきたいなと思うんですけど、そもそもメリットってお二人何かどういうふうに考えてますか？メリットで一番多いのは、まあ一つは取扱いコインの量だと思うんですよね。日本だとやっぱり買える仮想通貨暗号資産借りられてるんですけど、まあ特にグローバル取引所はもう数百とかあったりするので、まずその品揃えが日本で買えないものが買えるっていうのが一個メリットかなとは思いますね。大きな、うん、まああとは値段でしょうかね、うん、そうですね、海外の方が安いイメージなんとかなんとなくありますけど、うん、これは本当にそうですね、うん、まあ、実際やっぱりその投資の領域なので、うん、いかに選択肢があるかっていうのがやっぱりその投資家としては有利な立ち位置に入れるんですね、うん、だからそういった意味ではやっぱりその投資家としてこう投資で自分がお金を儲けようっていうところに注力すればするほど、やっぱり海外取引所って絶対選択肢に必然って入ってしまっている投資家はすごい多くいると思うんですよ。逆にやっぱスプレッドっていうお話とか、こうスプレッドっていうのは価格差だったりとかするんですけど、ビットコインを買います、その瞬間にじゃあその売ったとしたらどれぐらい損するのか、まあ、その手数料みたいなのが引かれるんですけど、やっぱそれがやっぱり海外の方が多くの世界からアクセスしているような取引所なので、うん、やっぱり流動性っていってこう売ったり買ったりする人が多いんですよね。そうですね、うん、だからやっぱそういった意味でこう出来高とか流動性のメリットっていうのは間違いなくやっぱ海外取引所は優位にあります。そうですね、あと一応レバレッジもありますね。そのレバレッジかける取引する人は、日本だと今規制でレバレッジの倍率が下がってるんですけど、海外だとびっくりするような、まあリスクはすごいあると思うんですよね。じゃあそういう取引所もあるんで、そういう選択肢としてはあるのかなっていう気がしますよね。そうですね、うん、逆にでもデメリットも大きいんですよ、うん、これがやっぱりその私たちが進めない理由ですね、うん、やっぱそのさっきお話しした金融庁とかがこう警告を出した時に、もう取引所の対応にもよるんですけど、使えな日本人がいきなり使えなくなっちゃう可能性とかがあるんですよ。あります。これは相当サードパーティーリスクみたいな形で大きいもので、まあ、言うなれば資産預けてるものがいきなりアクセスできなくなってしまうってなったら、資産投資してるものがいきなり失われちゃう可能性とかあるじゃないですか。でも僕も実際具体的な名前は言わないですけど、ある海外取引所使っててたことがあって、でやっぱりその来ましたよね、日本居住者で IP がそうだとダメだから、まあその取引所の場合は2、3ヶ月移行期間みたいなのが提示されたんで、でその間に違うところに資産を動かせたんですけど、うん、これ本当にその 2,3 ヶ月とか猶予期間が本当に人によって短いか長いかっていうところの違いがあると思うんですよ。あ、なるほど、うん、やっぱり私たちみたいに毎日情報を追いかけてれば、まあ、そもそも3ヶ月も猶予あるじゃんというふうに思いがちですけど、確かに一般のユーザーってやっぱりその3ヶ月ぐらいほっとく人って結構多いと思うんですよ。いやでもそうかもしれない。それが例えば保険のなんか掛け金だとしたら、年に1回ぐらいしかちゃんと年末調整の時に見るとかぐらいしないですもんね、うん、そういうことですよね。そうするといつの間にかもう資産取り出せないとか、うん、じゃあ取り出すためにじゃあ連絡しないとどうしようみたいになっても英語とか、うん、下手したら他の中国語とか、サポート体制が大事ですね。そのもうやっぱりこうリスクはやっぱ大きいなっていうふうに思いますね、うん、デメリットについてはそんな感じですね、うん、あとは最近例えば、うん、まあ、財布さんのホームページに後ろのところ見たんですけど、はいはいはい、海外の取引所バイナンスから日本に送金できない、うん、受け付けないというお知らせがあったりするという、うん、何ですかね、現象は何のことなんですか。一応このバイナンス、これ今の話がどういうところかっていうと、うん、やっぱり海外の取引所からイーサリアムを日本取引所に送りました、うん、けど日本取引所になってもにこうアクセスしてもいつまでたっても届かないみたいな現象が起きたんですね、うん、でこれって普通じゃなかなか起こりえないことで、ブロックチェーンってそもそもちゃんとこうトラッキングして、まあ、ちゃんとその送り先とかを間違えなければ届くんですけど、なんで届かなかったのかっていうところなんですけど、まあ、これはイーサリアムを送金するときに普通の取引所だったら ERC20 っていう規格でこうブロックチェーン の, トランザクションが送られるんですね。でただその中でバイナンスの場合はそのビズドローって出金の選択肢の中にバイナンスチェーンに関連した出金アドレスの選択があったんですよ、うんうん、でも送るものはイーサリアムなんですね、うんうん、バイナンスのコインを送るとかじゃなく違うコインを送るんじゃなくて、うんうん、イーサリアムを送る選択肢の中にイーサリアムチェーンじゃないものが送れる選択肢に入ってるんですよ、うんうんうん、でそこを間違えて選択してしまった人が、うん、その選択肢の中でイーサリアムを送ってしまったと、うんうん、何が起こったかっていうと、まあ、日本取引所側からすれば
まあ、単純にイーサリアムじゃなくてバイナンスチェーンにペックされたイーサリアムの代替トークンみたいなのが着金していて、うんうん、でこれってそもそも本当にイーサリアムそのものではないわけじゃないですか、うんうん、でなった時にこう、まあ、バイナンスチェーンにそもそも対応してない日本取引所からすれば、うん、もうそれを私たちの方で受け取り承認をしたりとか、うん、それをユーザー側にイーサリアムとして反映することができませんよっていう状況に陥ってしまって、あのそうですね、ちょっとそういう声がちらほら出てニュースにもあのニュースというかツイッターとかでも広がってましたし、それに対していろんな財布さんはじめいくつかの取引所さんが注意喚起をしてるっていう状況はありますね。ちょっと補足すると、あのバイナンスは取引、あのグローバルなそういう取引所交換所なんですけれども、実際独自で、バイナンストークンっていうのも作っていて、それを動かすためのバイナンスチェーンっていうブロックチェーンも作ってるんですよね。でさらにそこにスマートコントラクト乗せれるバイナンス、スマートチェーンっていうまたクロスチェーンも作っていて、そこで分散型金融みたいなウォレット作ったり、デックス、あの分散取引所作ったりできるようなことを世の中に開放してるので、結局バイナンスの取引所の中でもそっちに送るため用にその選択肢があるんですよね。だからあのそこを間違えて選択しちゃうと、送ったはずが日本の取引所で受けれないってことが、まあ、起こっちゃったっていうことなんですよね。ユーザーが間違ってしまったのと、日本側がリスクを取りたくないというところが理由なんですか。そうですね、リスクを取りたくないというか、うん、まあ、日本の取引所側からすると規約上を、まあ、そういうふうな方法では対応できませんよということをちゃんと伝えていて、でもユーザー側からすればうっかり間違えちゃったって、うん、これまあどちらが悪いとかっていう話じゃなくて、やっぱりその今後それを踏まえて気をつけていかないといけないよねって、やっぱこう注意喚起に行き着くところだと思うんですよね。そうですね、だからこれ難しいのが、これが、まあ、あまり国内だと起こり得ないにしても、仮に国内の取引所同士でそのように別のチェーンがあった場合は、ユーザーとしてはとはいえそれ間違わないように、じゃあそのバイナンスさんが仮に国内にちゃんとライセンス持ってあった場合、ちゃんとそこの選択肢にこれじゃ送れませんとか書いてくれよとか、少なくともマニュアルを置いといてよっていうクレームは出せるような気がするんですけど、難しいのがバイナンス自体は日本の金融庁からはうちで営業すんなよって言われてるから、それをやる義理もないんですよね。だからそこがなんかその海外取引所を使うリスクっていうか、あくまでそのグレーなところでやるしかないので、日本人としては、だから単純に見ればバイナンスがそこ説明してくればいいのにと思うんですけど、そうもいかないしっていうのもありながら、なかなか難しいところかな。で、あと僕が結構その仮想通貨取引とかで、あと新しいやっぱりエクスチェンジ使うときに毎回やることなんですけど、まあ初歩的なことで言わずもがなくもしれないですけど、なので送金したり出金したりするときは、とにかくまずちょっとだけやってみて届くかをチェックするっていうのは、結構僕が初めにやりだした頃はすごくやってたことなんですよ。不安じゃないですかやっぱり、ね、だから全資産を送るんじゃなくて10分の1くらいとりあえず送ってみて、10分くらい経って飽きたなってなってから送るみたいなことを、まあもちろんその海外取引所使うことのリスクはありますけど、仮にやるんであれば、まあ、国内取引所同士でもやった方がいいかもしれないですよね。単純なアドレスの打ち間違いもあるしね。そうですね、うん、まあ、基本的に絶対やった方がいいです、うん、でまあテストセントっていう言い方するんですけど、はい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 、テストで送るっていう、うんうん、で逆にそのテストセントで届いた場合は、うん、そのアドレスを結構今最近の取引所だと結構あるんですけど、うん、ホワイトリストっていうのに入れられるんですよ。これはこのアドレスは私のアドレスですよっていうのを登録できて、うんうんうん、まあ、その登録したアドレス以外には送れない制限みたいなものがあるんですね。そうするそういうところにやってしまうと、もう、まあ、そもそも自分の資産が誰かもしハッキングとかされて動かされる危険性も減りますし、うん、さらに、まあ、何かそう打ち間違えとかそういったところのリスクも減るので、うん、やっぱ日本の取引所とか海外取引所やるにしても、こうホワイトリスト登録はぜひやった方がいいなと思います。そうですね、うん、そうですね、まあ、そういった送り間違いですとか入力間違いのところで、うん、まだ中央集権的な取引所であれば、うん、まあ、なんとかサポートに問い合わせてとか、そういう流れがあるとしたら、うん、DEX とかの場合はどうなるんですか、うん、もうどうしようもないですか。そうですね、今ちょっと補足すると、今までここまで話してたのはまさに日本でいうとコインチェック、ビットフライヤーさんみたいな中央集権取引所で、要は企業とかがやっててちゃんと資産管理してるで、ライセンスを持ってる取引所の話で、ワールドワイドだとそれをやってる会社があるようなところだったんですけど、 DEX っていうのはそういう管理主体が基本的にいなくて、ユーザー同士がまあ相対取引みたいな形でできるような、あのディセントラライズドエクスチェンジですかねっていうのもありますと。でそれだとどうなんですかっていう。そうですね、まあ、プログラムで動いてるんですよ。 そう、うん、だそもそもあのブロックチェーンの中で、その中で本当に相対で取引したりとか、うん、スワップみたいな感じで交換が行われたりとかするので、うん、まあ、そもそもあの問い合わせ先がいないんですよね、うん、
で DEX を企業で運営してる、だそもそも、うん、そうですね、うん、その中あのもう本当にプログラムを企業で作っちゃって、うん、それをユーザーに提供してるケースももちろんあるんですが、うん、まあ基本的には問い合わせができない、うん、もう、そうですね、自己責任の領域になっていっちゃうっていうのはもういな、あ、もう DEX のそれもメリットデメリットで、もちろん DEX で交換した方が場合によっては流動性がある場合もあるし手数料もかかんないっていうのはあるんですけど、ただやっぱりそこのリスクは非常にさらに上がりますよね、はい、そのグローバルの中央集権取引所 SEX とか言いますよ、 SEX と DEX だとよりまた DEX になってくると非常に上級者向けかなと。そうですね、うん、まあ、DEX を使うメリットはもう基本的に普通の取引所じゃ取り扱う得ないコインとか、まあ、そもそもすぐにその上場して取引できたりとかするメリットとかもあるんですね。ある意味こういかに早く資金を入れたりとかするかっていうところをこう争う投資家としては選択肢に入るんですけど、完全に上級者向けですね、うん、完全上級者。だからもう初心者とか中級者はむしろ理解しておくことは重要だと思うんですけど、まあ、選択肢には入れなくていいかなと。そうですね、じゃあ逆に初心者の方におすすめするとしたら、まあ、我々も日本の取引所を進めたいところですし、うん、まあ、どっちかというとサポート体制がしっかりしているところに少しずつ、ね、うん、ね、試しながらやった方が、まあですね、まずはとはいえそのいずれにしても海外取引所を仮に個人の責任で使うにしてもビットコインとかを送金する必要があるので、まあ、入り口には絶対日本の取引所がなると思うんで、まずそこでいろいろトレードとか試したり、それこそ違うサービスに日本の取引所同士でイーサリアム動かしてみたりとか、もちろん手数料かかっちゃうんですよ、そういうことができるんだと見ながら、そこからまあ上級者向けには DEX だったりグローバルの取引所っていうのをまあ視野に入れていくみたいな感じが一番いいかなと思います ね、はい、うん、そうですね。でもやっぱりあとはその日本の取引所もまあなんていうんですか、さっき言ったみたいなこう選択肢が少ないっていうところは規制上どうしようもないんですけど、うんうん、最近ではやっぱりそこもすごい力を入れているので、うん、まあ、本当に2021年とか、そうですね、まあ、もっと本当にやれることも増えてくると思います、国内で。いや、それは本当に期待というか、本当にその業界及び交換業協会および金融庁さんに本当にお願いなんですけど、やっぱりこの規制とイノベーションのバランスってあるじゃないですか。規制で要は海外の取引所入ってくんなって言って日本もガチガチにして、今度はじゃあ扱えるコインが一個に増えないだとバランス悪いですよね。結局そうするととはいえリスクあっても海外でだってあのコイン買えないじゃんということになっちゃうんで、まあ、海外追い出すんであれば国内にいっぱいコインが買えるとか、より自由な取引ができるみたいなことをなんか進めてほしいですよね。そうですね、うん、まあ、結局やっぱ海外に資金逃げちゃってるので日本のためにはなってないです、間違いなくなってないですし、海外にそのビジネスが回ってる拠点が移っちゃってるってことは、もう日本にそのむしろ税収も入ってないじゃないですか。そうですね、だからもう本当にそもそも本末転倒だなっていうところはやっぱり否めないですね、うん、支えてほしいですよね、そう日本の取引所、ちょっと話ね、はい、また広がってしまうと申し訳ないですけど、はいはいはい、うん、結構次の年の2021年のトレンドとして、うん、今年たくさん起きた取引所と当局のバトルが引き続きたくさんあるという見方が海外ではあるようです、うんうんうん、日本の場合、うんうん、そういったデメリットもないって考えてもいいですかね、きっと。これはもうライセンスとして登録してるので、いきなり当局から止められるみたいなのは何か問題が起きない限りは基本的には海外取引所はないです。中国だったらそもそももう取引所を運営していることがグレーで、最近だったら OKEX みたいな事例でこう取引所から出勤できない当局に創業者が捕まっちゃうとか、そういうこともまあそもそも日本だったら起こりえないですし、そうですね、うんうんうん、やっぱり海外のこう、まあ、グレーと戦う取引所と政府の縮図と日本の状況っていうのは全く違うかなと思います、はい、まあ、だからいいことではないですけど、やっぱり結構ハッキングも含めていろんな事件が日本国内であったことで、まあ、そのセキュリティだったりそれこそその分何かあった時のお金の担保だったりね、そういうルール作りもしっかりはしてるので、うん、だいぶそのなんか、まあ、現場は分かんないですけどいがみ合ってるフェーズは超えて、どうさっきみたいに活性化させていくかっていうのに向かっているんじゃないかと思うし、向かっていってほしいなっていう感じですよね、うん、まあ、さっきもこうイノベーションを規制が阻害してるっていう文脈あったと思うんですけど、まあ、顧客保護に関しては圧倒的に世界一位なんですね。こうもういかにユーザーの資金を守るかとか、いかにそのちゃんと取引所は潰れないかをちゃんとモニタリングするとか、
一方でやっぱりそのさっきみたいな、それが行き過ぎてしまうと機会損失みたいな感じで、投資家にとって不利な状況が起きてしまったりとか、こうイノベーションに対して遅れを取ってしまうとか、そういうところもあるので、ある意味そういったこう今の世界のトレンドと合わせて日本の規制とか取引基準の動向っていうのもこう徐々に変わっていけば、より面白い日本の市場ができてくるんじゃないかなと思いますね。そうですね、ということで本日は、はい、いろんな選択肢ある中、海外国内の取引所の中で、それぞれ の選択肢、選択の方法ですとか、デメリットメリットについてお話ししていただきました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。